はい、こんにちは、タックチャンネルでございます。先日ですね、久々にライブに来ました。ビーズのね、ライブに行ったんですけどもね、もう15年ぶりのライブでしたね。15年前はね、札幌ドームでボンジョビの見に行ったんですけども、それぶりね。ビーズに至ってはですね、ランのツアー以来ですよね。何年前だろう。インザライフがその前に行って、確かその時に苫小牧だったかな。で、ランのツアーがあって、その時はね、札幌ね、4日間やったんですよ。同じ厚生年金会館、今のね、ニトリ文化ホールだったかな、なんですけども、2日やって、どっかまた地方行って、また2日やってみたいなね、合計4回のうち3回来ました。ね。当時ね、ビーズのツアーのトランスポートの人とね、知り合う機会がありまして、まあその人経由で1回で、その後ですね、舞台監督とね知り合うことがありまして、その人経由で2回、合計ね3回バックパスをもらってね、裏から入りました。いいでしょね。でね、その時はね、裸足の女神がまだ発売される前だったんですけどもね、確か札幌で初披露したんじゃなかったかな。うん。で、今回はですね、もうアルバムのツアーではなくてね、初のね、プレジャーツアー、火の鳥っていうことでね、見に行きましたけどもね、さすがプレジャーツアーといった感じでしたね。もう、ベスト版のライブ。そんな感じでした。全部知ってる曲でしたね、僕は。一部ね、ラブファントムにアレンジがあって、まあ初めて聞くね、火の鳥が入ってたんですけどもね。そう、ジャップ・ザ・リッパーも確かね、ライブ初披露じゃなかったかな。セブンス・ブルースに確か入ってたと思うんですけども、その前に、プレジャー、何サインだったかな、ジャップ・ザ・リッパーっていうタイトルでね、そこの1曲目が確かね、ジャップ・ザ・リッパーで、それが初お披露目だったと思うんですけども、まあそういう印象でね、良かったですね。うん。でね、そう、久々にね、フリー曲を聴いて思ったのはですね、昔発売されたミクスチャー、覚えてます？覚えてますっていうかね、僕たちの年代だったらね、覚えてると思うんですけども、ビーズのね、初のベスト版、プレジャー、トレジャー、そして、ミクスチャー、ね。そのね、ミクスチャー風のライブをね、やったら見たいなと思いましたね。ミクスチャーって確かのね、大人の事情で作られたね、アルバムだったと思いますけども、まあ、詳しくはウィキペディアでね、調べてみてください。なんかこうね、シングルの2曲目を集めたようなね、まあ、例えばこう、オープニングが、こう、ムーブから始まってね。あれは英明扱いか。まあ、それからね、カラカラをやったりね。そういうの聞きたいですね。あと、めったにやらない。何でしたっけ？Easy Come Easy Go の2曲目。Go Nude Go。ね。多分あれね、アルバムにも入ってないですし、ライブもね、リスキーのライブで、やった気じゃないんでしょうかね。あとはそう、アローンの2曲目のね、ゴーゴーガール。ね。なんかゴーがつくタイトルが多いみたいですけどもね、そういう曲を集めてライブ見たいなと思いましたね。そう、あとそのね、実際に見た感想なんですけども。1点、やっぱりね、ドームなんで、やはりホールと比べるとね、音圧がないんでね、これはもうしょうがないんです。どのアーティストも一緒ですから。ただやっぱりね、こう、なんちゅうの、音圧をね、こう感じたいなっていう風に思いましたね。ランのツアーの時の1曲目、ミスター・ロンリン・サンダーだったかな。コーラスから始まって、リフが入って、オーケストラヒットの、ペッっていう音のバシーンってくるね。あれの音圧がね、うわ、ライブ来てるなっていう感じがね、したんですけどもね。今度はなんかね、そういうホールに、で、ライブやった時、やる時は行ってみたいなと思います。あとは何かな？そう。その分、プレジャーライブのね、仕掛けが面白い。あまり言うとね、ネタバレになっちゃうんですけども、まあ、例えばね、ラブファントムのね、バンジージャンプとか、あと、稲葉さんと松本さんのね、イラスト風の風船がブーンと出てくるとかね、ああいう仕掛けはやっぱりね、面白いですね。あとそう、一番昔と変わったところ、照明です。昔はね、スポットライト、あとは弁当箱みたいなね、ボックスタイプのライト。で、フィルターかもして模様を出すとかですね、せいぜいレーザー光線とかだったんですけども、今はね、LED ですからね。
だから輪郭もはっきりしてるし、明るいしね、いろんな色出るしね、形も自由だしね、照明が一番ね、やっぱり感動したかな。わ、違う、進化したなっていうふうに思いましたね。もうね、あ、そう、僕昔ね、音響とか照明とかもやってたんで、そう、どうしてもね、そういうところね、目がいっちゃうんですよ。あそこ、あれ、こういう機材使ってるんだとかね。照明はね、ほんとすごかった。あ、今のライブってこうなのかなっていうふうに思いましたね。まあ多分ライブのね、ブルーレイも発売されると思うんですけども、もし出たらね、今回ちょっとね、買おうかなと今思っております。あとね、ライブに行った感想なんですけどもね、まあ僕もね、ビーズのライブ見に行くってことはですね、昔やっぱりね、ビーズのね、あのコピーバンドとかもやってたわけですよ。で、まあオリジナルとかも作ってですね、ライブをやったこともあるんですけどもね、どうしてもこうやる側の感覚っていうんでしょうかね、そういうものでライブを見てしまう。だから曲順とかね、あとはどういう照明でここはどういう色を使うとか、この曲の終わりはね、CD とかね、実際の曲はフェードアウトなんですけども、こうどういう風に終わらせるかとか、アレンジをどうやってガラリ変えるだとかね、なのでこう見る側でうおーっていうのはね、なかなかねできないですよ。まあ今回も若干ですね、なんてこうサビとかみんなでこうやってやるでしょ、ああいうのがね、まだちょっと照れくさかったんですけどもね、ただ思ったよりもね、すごくビーズのライブはね、楽しめましたね。ほんと今度ね、ニトリ文化とかそういうホールでやるときはね、ぜひあの音圧をね、味わいたいなというふうに思いました。ということでですね、今回のお話はですね、ビーズのライブプレジャー2018火の鳥に行ったお話でした。ということで、またなんですけども、ちょっとね、今回のこの動画いつもとは違ってね、実は、ちょっとね、変えて、撮影しております。まあこれのね、詳しい話はね、次回かその次かね、お話ししたいと思います。ということで、また。